それでは時間になりましたので始めたいと思います。皆さんこんばんは。本日は環境省環境白書制作チームが解説、これからの就活生必見サステナブルのキーワードウェビナーをご視聴いただきありがとうございます。本日進行を務めますジオックのスタッフ、そして上智大学環境活動サークルグリーンソフィアの小井彩香です。よろしくお願いいたします。本日は就職活動中の方やこれから就職活動される方などたくさんの方にご視聴いただいています。最近はさまざまな団体企業の書類選考や面接などでサステナブルな社会づくり、サステナブルな事業という言葉を耳にされることは多いのではないでしょうか。2022年1月のアイデアテック23卒就活生の選社塾と SDGs の関係性に関する調査結果では、就活生の 25% が企業の SDGs に対する姿勢や取り組みを重視しているという結果も出ています。そもそもなぜサステナブルが大事なのか、今知っておくべきサステナブル環境問題のキーワードとは、私たち個人や団体ができることとは、そんな疑問について環境白書を手引きとしながら環境省の白書制作チームの皆様にお話をいただく機会となっております。本日は環境省環境計画課岡村計画官にお越しいただきました。岡村さん、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。早速お話に入りたいのですが、その前に 2,3 分だけお時間をいただいて、本日どのような方がご参加いただいているのかアンケートを取ってみたいと思います。今画面にアンケートが表示されたかと思います。質問1、環境白書を読んだことはありますか。質問2、現在就職活動中、これから就職活動される方へサステナブルを意識して活動されていますかの2問ですね。さてじゃらじゃらじゃら、15秒ほどしたら回答を締め切らせていただきたいと思います。いかがでしょうか。正直にないなら大丈夫大丈夫ですよ、全然はい、じゃあそろそろ回答を締め切らせていただきます。じゃあ結果を共有していただき、はい、ありがとうございます。環境白書を読んだことある人は 47% ですねで、ないですと答えたのは 53%。そしてサステナブルを意識して活動されているかについては、意識している人が 67%、 特に意識していませんという方が 33%。 ありがとうございます。はい、では次参りたいと思います。本日のウェビナーの後半では Q&A タイムを予定しています。もっと聞いてみたいこと、質問してみたいこと、知りたいことなどはいつでもお気軽に Zoom の Q&A ボタンよりお寄せください。いただいたご質問は可能な限り回答させていただきたいと思いますが、時間や内容の都合上すべてのご質問にお答えすることが難しい場合もございますので、申し訳ありませんがご了承ください。それではお待たせいたしました。ここからは岡村さんにお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。画面用紙ですかね。はい、今ご紹介いただきました環境省の岡村と申します。よろしくお願いいたします。今日は今なぜサステナブルなのかというタイトルを、環境白書から読み解くということでお話をちょっとお時間いただきました。ありがとうございます。先ほども白書読んだことがある方が 47%、 あら高みたいなありがたいことで、ただ今日は白書読んでいる方だったらちょっとご存知の方のところもあるかもしれませんけれども、そうですね、共有というか振り返りも含めて、なぜサステナブルなのか、なぜっていうところに重点を置きつつ、じゃあ今後私たちどうしたらいいんだろうっていうことについてお話をさせていただけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ちょっとまず白書って何っていうところからお話ししたいと思います。
で、白書って、平たく言うと、まあ、一般的には政府の年次報告のことを白書と言います。でなんで白書のって白なのかって、これは、まあ、うんちくものなので皆さん雑学的に覚えていただければまあいいんですけど、これイギリスの政府が、今は違うらしいんですけど、昔議会に対しての報告書の表紙が白い紙であったのでホワイトペーパーって呼んでたので、に日本でもまあ入ってきた時に白書っていうらしいです。でちなみに外務省は白書じゃなくて青い書で青書って言うんですよ。外交青書っていうんですか、これはイギリスの外交委員会の報告書がブルーブックって言って青い表紙を使ったので、日本の外務省も今でも外交青書、青い書って言ってますということです。ただ日本において白書っていうのは政府だけではないです。一般に3種類ありまして、一つは法律の規定に基づいて国会に対して提出される報告書、法定白書って言うんですけど、要は法律に基づいて法律で関係白書もそうなんですけれども、その前の年の1年間講じたこと、政府がやったことで、これからやること、講じようとしていることについて報告してください。でそれを内閣で承認して国会提出っていうのが法定報告白書です。でも政府の白書って全てが法定白書じゃなくて、それ以外にも作ってる白書ってあります。各省庁でものすごいあるんですが、これもあります。2つ目の丸で、閣議へ提出される報告書っていうことです。でその他なんですが、実は今別に政府じゃなくても白書って作ってます。別に政府だけが白書っていうわけではなくて、例えばよくそうですね、企業の方だと部門によっては使ってると思うんですけど、広告白書ってのありますが、これは実は日経さんが作ってますとか、あと SDGs 白書っていうのも、去年ぐらいから作ってて、これは蟹江先生っていう SDGs で有名な慶応大の先生がいらっしゃるんですが、主体になって、作ってらっしゃるとかっていった具合に、政府が主なんですけども、一部はやっぱり民間の皆さんでも作ってる、これが白書でございますといったことで、白書といえば、とはいえどれもみんな1年間のこう総括した報告であることには変わりないっていったところをちょっと覚えていただけたらと思います。ではちょっとなぜサステナブルかっていう前に、サステナブルなんぞやっていうところをちょっと説明したいと思ってます。で、あえて英語で書いてますっていうのは、海外から入ってきた言葉で英語でそのままになってるカタカナ英語なんですけど、でこういうのって日本語にするとサイト見るといろんな定義があって、じゃあ一体何っていうことになるので、だいたいこういう辞書って、本格的な英語じゃないとシンプルに書いてあるので、頑張って訳した方がいいですっていうのはおすすめです。なぜかというと本来の意味が分かるからです。でサスティナブルっていうのは、アドジェクティブなので、形容詞で、日本名詞になるとサスティナビリティなんですね。で日本語で訳すとサスティナブルってこう持続可能なとかっていうのは昔から言われてて、でサスティナビリティだと持続可能性って言われてて、いや持続可能性って何ぞやっていう、またわけのわからないこの感じってなるので、そこをこの英字で見ると分かるんですね、イメージ的に。で昔からあるのはサステナブルは2番目の Able to continue for a long time っていう、この直訳しか書いてませんけど、意訳は皆さんの中にした方がいいと思うんですけど、何かを長い様ずっと維持できていることなんですね。でこれが昔からあった言葉です。で最近見ると一番上に来てて、 Able to continue without causing damage to the environment っていうことで、環境のダメージこれ以上引っ越さないようにするする状態をこう維持していく、キープしていくっていうことになっているので、これがサステナブルの元々の意味なんです。それが日本に入ってきて、ふわふわとこういろんな意味で使えているのは、ふわふわしているのは2つ意味があって、両方に特に今一番の方が多分大きいと思います、環境問題ね。でも元々は2番でいろんなテーマが長い間維持されるってことなので、昔だったら例えば自分の会社がサステナブルって言い方をする場合だと、その会社の環境だけじゃなくて、経営的にもずっとこう、要は赤字転落とかじゃなくて維持できると、この景気状況が維持できるって時もサステナブルって使えるんですよ。で例えば私がサステナブルって言えば、私の健康状態が病気じゃなくて、こうやってここに来て話できるぐらいの健康を維持できるってのもサステナブルなんですけど、っていうのは本来の2番なんですね。ただ最近はこの1番がちょっと強い、これの話によって変わってきます。
っていうのがこっちの説明なんですけど、この左側のはよく見たことあると思うんですが、 SDGs の17のゴールですね。でこれサステナブルデベロップメントゴールって言ってて、ここでのサステナブルはだから環境だけじゃないんですよね。これ1-17って見たことある人いますが、1番は貧困なくそうってことは社会的な側面のサステナブルですから、さっきのこれで言うと2番に当たるわけですね。貧困をこれ以上ないもうなくそうなんで、さらにそれの上行くんですけど、これ以上の貧困を増やさない、そしてなくしていこうっていうのがこの一番皆さん見てるところになりますので、サステナブルっていう意味はそういう2つの側面があるってことを皆さん今後その就活するときとか、まあ企業でお仕事されてるときにこう出てくる会話で、その前後の会話で理解した方が、環境が多いんだけど環境とも限らないっていうのがサステナブルです。ですので、まあ、もし分からなかったら聞き返すのもありだと思います。はい、でじゃあなんでこんな持続可能とかサステナブルって言われるかっていうのの背景の一つは多分これかなと思っております。地球の環境容量の限界って SDGs ことで、この左側の図はプラネタリーバンダリーっていうんですが、詳しいことはまた調べていただければ、今回はちょっと簡単に言うと、まあ、これプラネタリーバンダリーなので直訳と地球の限界なんですけど、地球の環境容量の限界なんですね。2009年に発表されたんですけど、地球の環境容量を9つの対象でやったときに、これ図を見ていただきますと、一番外側に来ているのがもう限界だ、もう不安定な領域を超えてしまってるっていうのと、黄色はもう不安定な領域に来ているので、気候変動とか絶滅、生物圏の一体性、生態系のところはもう絶滅の速度が速いとか、まあ、あと窒素とかリンとかの問題もあるんですが、まあ、そういったところはもう限界超えているだろうとか、そういったことが発表されました。これ2009年で、これが右側の図にあるこの SDGs に大きく影響を与えたと言われております。でこういったことがあるので、世界中でサステナブルっていうこと考えが言葉がこうぶわーっとこう入って、皆さんこう浸透し始めて、日本にも来たっていうところがサステナブルのこうなぜなぜっていうところじゃないかなと思います。はい、まあ、ちょっとといったところで、あとサステナブル叫ばれる背景、世界的なことは今説明しましたけれども、もう少しじゃあ最近の話、ここからちょっと拍手と関連しながらお話しさせていただきたいと思っています。でまず異常気象ですね。ちなみに右下に関連白書概要版ってあるんですが、これは後ほどもし詳しいことをお知りになりたいときには見てくださいっていう意味でナビでつけてますので、まあ、もしよろしければということです。で世界の異常気象過去3年ぐらいなんですが、世界中でいろんなことが起きております。はい、どこの大陸でも、大雨だったり、熱波とか、ここにはあと森林火災ですね。あと白書には載せた P さんで載せて、概要版とか本冊でも載せてる、去年ですね、ごめんなさい、今年が令和4年版で、令和3年版でも載せているんですが、2020年ですねにアメリカのコロラド州で、9月に33とか4だったかな、最高気温を記録した3日後に大雪が降ったとかこのすごい落差、ありえない落差とか、でこういう極端な気象現象とか、熱波とか、そして極端な気温の温度上昇とか、そういったことが今最近ずっと毎年発生してます。でこういうことが科学的な知見として、2021年の去年の8月の IPCC の第6次評価第一作業部会において、人間の活動っていうのが、温暖化の、原因であると、でそれはもう疑う余地がないというふうにもう言われております。ですから、でそのに人間の活動が温暖化の原因を送ってて、温暖化っていうところが、こういう異常な気温現象とか異常な、極端な気象現象とか、それが強く出てくるとか、頻度が増えてるっていう可能性を予測しております。で IPCC のその第6次、第6次評価の第一作業部会の報告では、世界の国々を地域別にこう評価したらしいんですね。でその時に極端な気象現象っていうのを増加してるっていうデータも得たそうです。ですので、もうこの人間の影響っていうのは関係している可能性が高いっていうふうにも示されております。ですので、地球温暖化の進行を伴って、この極端な気象現象っていうのがもうすごく強く
そして頻度高く出てくるっていうのはやっぱりこれサステナブルじゃないよねと。で、それが何を原因引き起こすかっていうのを白書も書かせていただいてるんですけど、まあ、一つはやっぱり災害が起きたら家が壊れてしまうとか、そういうインフラの問題もありますし、まあ、そこまでいかなくとも農作物、あと漁業とかの生産にも大きく影響を与えるっていうことは、私たちの食べることとかにもものすごく影響を与えていくっていうことで、この異常気象っていうのはいろんなところで与えてます。企業としてだったら損害保険がこうバーンとかっていうのもあるんですけど、意外にライフスタイルにも影響を与えています。はい、そういったところも白書で、載せております。で、日本でこう振り返って、日本は熱波も、まあ、最近熱中症とかも近年増えてて、ご高齢の方中心にお亡くなりになったり、まあ、倒れてしまったっていうのもあるんですが、これもやっぱりその一つで、まあ、気温がブワーンと上がっていくっていうところですよね。まあ、それもあるし、ここ数年近年はやっぱ豪雨とか台風、それもちろん前から台風もあるんですが、1日あたり この雨量とか極端に一気にずっと降るとか、よく天気予報でこう、今までの過去よりの中で最大とかっていうのような感じですよね。そういったことも聞きますけれども、そういった感じで日本の場合は風水害が非常に激しくなってるっていうのが今ご覧になってる、まあ、事例です。で、この時も、まあ、平成30年の例えば7月豪雨の時にも、気象庁では地球温暖化に伴う水蒸気量の増加の気温もあったと考えられると、確定までは言わないんですけど考えられるだろうということで、やはりその地球温暖化に伴ってやっぱり日本でもこういう異常な気象の災害があったというふうに考えられております。はい、これサステナブルじゃないようなと思います。で、ですので、まあ、これってやっぱり深刻な気象災害っていうのは、まあ、気候危機だということで、実は2020年に環境省として、気候危機宣言っていうものを実施しました。でその時の白書でもその辺は載せております。令和2年版ですね。で、同じ年の2020年の11月に衆議院と参議院それぞれの議員さんが本会議において気候非常事態宣言というものを決議されています。ですから議員の皆さんもやっぱりその気候危機に対する危機感というのは共有されております。まあ、そんな中2020年、そして翌年になった時に新型コロナウイルスという今もまあ続いてますけどが来て、気候危機にさらにこのコロナ危機というものに我々今直面しているというふうに認識しております。はい、ただ環境省としてはこの2つの危機っていうのは別物じゃない、やっぱりその地球環境っていう問題から引き起こされたものだっていうふうに考えております。ですので、でしかも2つの危機をこっち解決こっち解決じゃなくて同時解決していかないと、まあ、経済的にも社会情勢的にも、コロナって本当にその私たち初めてこの接触がないとかマスクしてとか、もちろん経済的にものすごいダメージがあったりとか、まあ、いろんな影響を及ぼしてます。こういうことを同時解決していかないといけないっていうふうに思っております。で、さらにちょっとこれ白書なんで本当最近の話として1枚説明します。まあ、危機というか、まあ、ウクライナ情勢にから来た危機ですけれども、これで今世界のエネルギー需給が逼迫して、エネルギー価格、まあ、電気代とかもなんか分かりやすいですよね、高騰してます。まあ、これ以外も食料的な問題とかもあって、食べ物の値段が上がっているというのもまあありますけれども、まあ、こう環境、まあ、ちょっとエネルギーに関して言うと、やっぱり今もそうですね、こうやって皆さん見てたり我々もそうですけど、電気なしにはやっていけない、やっぱりエネルギー非常に重要ですから、やっぱりそのエネルギーが安全保障、いつでも使いたい分だけ使えるっていう、こういう状況を維持していくってことがやっぱ必要だねっていうのがやっぱ再認識されていると。で、そのためにはまず何をしなくちゃいけないかと、再エネもあるんですけど、徹底してまず省エネをする、減らすってことが、削っていくこと、削れも削っていこうっていうことがまず重要です。で、その後に、まあ、あと自立分散型の再エネもよりやっぱり進めていった方がいいだろう。そして、ね、2030年 46% 削減とか2050年カーボンニュートラルに向けての取り組みを加速していかなくちゃっていうのが今環境省が認識しているところです。はい、で、なんで再エネ需要とか環境省再エネとかっていうのをちょっと説明しますと、省エネも重要ですけど、で再生可能エネルギー
の、まあ、今はどっちかというと液化天然ガスとか石油とか、まあ、海外から化石燃料を使ってやってますよね。でこれが今すごい供給ができなくて問題になってるわけで、しかもCO2 の問題もあるんですけれども、でそういった時にじゃあ何を使ってエネルギーを起こすかっていう時に、もちろんやっぱ再エネっていうのは去年の、10月かな、第6次エネルギー基本計画で、まあ、エネルギーミックスっていって、このエネルギーの電源構成は一応目標があるんですが、再エネも増えています。やっぱそれやんなくちゃねっていう認識なんですけれども、だから再エネだとその元は国内にあるわけですよね。太陽光だったり風力だったり地熱とかって海外から輸入してくるんじゃなくて国内にあると、だから地産地消できるよねっていう意味では、やっぱりそれがエネルギー安全保障っていう意味の意味合いにつながって、だから海外何があっても自分たちで地産地消できるエネルギーだよねっていうところを安全保障ということで、まあ、環境省がちょっと言ってる部分はそういう意味合いですので、はい、再エネでかつ再エネを使えば、まあ、脱炭素にも貢献できるよねっていうところで、やっぱり再エネも進めていきたいと思っております。といったところ、ウクライナ危機をちょっと説明させていただきましたが、ちょっとコロナ危機にちょっとまた戻ります。で、じゃあコロナの問題、コロナ危機がなぜ環境と関係あるかっていうところをちょっとお話ししたいと思います。これは新型コロナウイルスのような新興の感染症なんですけど、こういう新たな感染症って実は2000年代のとか結構いろいろ SARS とか大学生の方だと分かるかもしれないですけど、 SARS とかいろんな、MERS もあったのかな、いろんな感染症が割と2000年代この20年間にその過去に比べていろいろ起きてるんですけど、でこれなぜ起きてるかっていうと、それは新たな感染症がこの発生する頻度が上がってるっていう理由は、生物多様性が今損失の進行が進んでるからと言われてます。それはこの、画面に出ている Six Nature Fact Related to Coronavirus という国連環境計画が2020年出したレポートでもそれが載っておりまして、まあ、仮訳として人獣共通感染症が発生する原動力になるのは、まあ、大抵の場合人間の活動の結果として生まれる環境の変化、土地利用の変化と思うんですけど、今まで自然人間が入っていかなかったところに人間がこう開発していくと結局接触していくわけで、そのプロセスの中で、まあその 2番目のポツなんですけれども、まあ、一種接触する結果進行の感染症が引き起こしてしまうってことですね。ここにちょっと難しい書き方しますから、だから人間が引き起こす環境変化、土地利用とかによって野生生物の生息構造を変えてしまうと。今までは人間と全然がなかったのに人間入ってきてしまうからですね。で生物多様性も減少するし、特定のその宿り主とか病気を持った媒介生物とも人間が接触してしまって、それが新たな環境状態をもたらす、まあ、コロナなんかもそうですね、人間に移っていってしまったっていうことになってしまうといったことです。でそれなのでこのコロナ危機っていうのも地球環境問題と全く縁がないわけではないと思います。はい、でじゃあこの生物多様性なんぞやっていうところです。これ結構ふわっとしてて、これまたなのでちょっと復習になってしまうかもしれませんが、ご存知の方いたらごめんなさい。初めての方はちょっと見ていただければと思います。これはバイオダイバーシティっていう英単語の日本語訳で、本当にバイオって生物とか生命なので、ダイバーシティは多様性だから、これも割とダイレクトな直訳が今も出回ってます。で訳すと、まあ、これは生物多様性条約で出てる定義を訳してて、ですので、まあ、生き物たちの豊かな個性とつながりっていうのが生物多様性なんですが、じゃ何っていうと3つの多様性があって、1つは生態系、だから生態系と生物多様性って別物です。なんか似てるようだけど違うんですね。で生態系の多様性って、この生は森林だったり山だったり河川だったり、まあ、湿原とかいろんなそのタイプの自然のことを生態系の多様性と呼んでます。で2つ目は種の多様性で、これはもう私たちだってホモ・サピエンスという人間というあれですし、まあ、虫だったり昆虫だったり、もういろんな動物、細菌に至るまでいろんな生き物、いろんな種がいるって、それの多様性で、3つ目は遺伝子の多様性で、これって僕自身この写真でアサリが載ってて、アサリだったらスーパーとかどっか行けば普通に外食しても出てくるんですけど、アサリの殻のアサリ一つ一つって実は柄がなんか微妙に違うじゃないですか。つまりそんな感じで、同じアサリっていう遺伝子でも
形や模様、生態に多様性があるよっていうのがこの遺伝子の多様性と言われておりまして、まあ、生物多様性ってそういういろんな側面ですごくさまざまなつながりがあるよっていうのが生物のことです。でこれが今損失なくなりつつあると人間の活動によってっていうことでこういう感染症が増えてきているということであります。ですからこれはもう原因は私たち人間の生活活動それから経済社会システムですね。例えば経済社会システムと硬いですけど、まあ、グローバル化によって我々海外からいろんなものを輸入してます。例えばそうですね、パームオイルとかなんかあと分かりやすいですよね。パーム油とかパームオイルとかってこれって、インドネシアとかマレーシアが世界でも有数なんですけど、でみんなやっぱり植物性油脂でなんか体にいいとか、なんかヘルシーとか、これ別に食べ物だけじゃなくて、石鹸とか洗剤にも使われてて、まあ、日本だけじゃなくて非常に世界中でこうニーズがあるので、そのためにやっぱりまあお金になるから、原産地である、原産国であるインドネシアとかマレーシアでは、まあ、ジャングルを、切ってそこにずっとパームオイルのこうプランテーションって畑でダーってやってるとか、こういうなんかもう経済社会システムの、まあ、変化ですよね。まあ、そういったことを例えば思ってイメージしていただければと思います。はい、でこういったことが結局新コロナのような新興感染症を増やすきっかけとなる生物多様性の損失もなりますし、森林がなくなっていけば森林って光合成ですから、まあ、CO2 吸収する吸収源になってるんですけど、それが減ってくってこともまた気候変動による影響にやっぱ間接的には関わってくるであろうと思いますので、まあ、深く関係しているということです。ですので、まあ、我々のこういう活動システムっていうものがすごくまあ地球全体の環境に影響を及ぼしてますので、これをさっき の最初 の, 気象異常気象じゃないんですが、これ以上の深く被害を起こさないため、それこそサステナブルになるためにはやっぱり私たちの一人一人の生活とか経済社会システムっていうものをあり方をやっぱり大きく変えていかないと、全体的にはもう変革と言っていいんですけどことが今不可欠だと言われております。はい、っていう大きな話から、じゃあ何すべきか、私たちサステナブルでより良い未来のためにというところで、まずは政府の大きな話から説明したいと思います。で環境省ではこれを3つのアプローチ、まあ、移行とも言うんですが、まあ、経済社会をリデザイン再設計することで、社会変革をしていきたいと考えております。で1つは脱炭素で、2つ目は循環経済、それと、3つ目は分散自然共生ですね。でこれを実践するのは地域、地方じゃなくて地域なんですよ。だから都市部だって地域なんです、一地域なんですよ。だからローカルに地方でも都市部の地域でもっていうことで、地域地域でそれを脱炭素とか循環経済や分散自然共生の観点でアプローチしていくことで、より良い未来を作っていきたいと。でそれを環境省では、まあ、地域循環共生圏って言い方をしてるんですが、まあ、いわゆるローカルな地域の SDGs を作っていくことを目指しております。でじゃあ脱炭素に入りますが、これのグラフは今まで の, 温室効果ガスの排出量と今後の推移です。で、横軸が1、6、16、21ってなってるんですけど、これ平成で見ていただけるのちょっと分かりづらくて申し訳ないですけど、ですのでこのピンクのところが基準年2013年になっておりますが、これが2030年には2013年に比べて 46% の削減、さらにそれ、ま、さらに 50% の高みに向けてってことで46減を目指すけど、そこにこう甘んじないで 50% とか半減をしていきたいというふうに思っております。で2050年にはカーボンニュートラル、つまり排出の実質ゼロを目指していくっていうのが大きな目標です。で、これ日本だけではなくて、実は G7 の主要国も皆さん長期目標では2050年排出実質ゼロ、カーボンニュートラルを目指しています。で、まあ、ちょっと中国は2060年と今のところは言っておりますけれども、もう各国とも2050年にはカーボンニュートラルを目指しています。
だから我々日本だけじゃないんですね。もうだから世界中で一応2050年には減らすぞっていうのが今みんな同じところをこうベクトル向いて動いてるっていうわけです。はい、2つ目は循環経済です。まあ、循環経済、サーキュラーエコノミーって言葉を聞いた方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、これどういうことかな、サーキュラーエコノミーって。サーキュラーってこう線円ですし、エコノミーって経済ですから、まあ、循環経済なんですけれども、まあ、一言で言うと捨てない、捨てることのないことですね。捨てない経済と言ってもいいんですけど、まあ、簡単に言えばそうなんですね。今までは大量に作って大量にみんなでこう使って捨ててるって、大量生産、大量消費、大量廃棄って言われるんですけれども、そういう社会を経済活動変えていきましょうと。これこそが経済社会システムを変えることになるんですが、それを目指していきましょうってことです。で、まあ、例えばですけど、まあ、服とかを例えばなんですけど、この絵にもあるんですが、服を買わないで、例えばレンタルって言えばとか、あとシェアリングもあると思うんで、最近のスマホでピピって見てこうできるので、まあ、シェアリングとかっていうサービスもあります。聞いたことで、よく制服なんかも、あと再利用、使った人の誰かのをこう使うとか、どうせ3年間だけだしみたいな、ね、そういうのは最近はあるので、そういうのを再利用するってこともありえます。でもちろん気に入った服だったら、こう長く着れるようにちょっとこうほつれたりしたメンテナンスとかしてあげて、長く使うようにするっていうのも大事で、もうちょっと流行遅れかなとか、体格変わっちゃって着れんわとかそういう時には、まあ、再利用できるところにこう出すっていうのもありですね。ちなみに私が住んでるところはたまたまその区が回収してくれるので、私は今そうですね、こうなんかもう着ないな、通信ズームぐらい着ないなと思ったら、こう貯めといて月に2回回収があるので、そこに行って出したりとかしてます。そうするとなんかこう、なんていうのかな、罪悪感ないですよね。まあ、でもそれも一つの循環経済として、ちょっとこう自分ができるアクションかなと思ってるんですけど、まあ、そういったことが循環経済の一つの例ですね。でもう一つは4月1日に施行されて、皆さんの生活にもよくよくあると思うんですけど、プラスチックにかかる資源循環の促進等に関する法律、通称プラスチック資源循環法ですね。でこれはもうプラスチック素材そのものをもう利用後にこう廃棄しないで、まあ、再利用していくと。これまた循環ですよね。循環経済なんですけど、していくことでプラスチックの原料となる、まあ、石油の利用も減ることもできますし、でさらにこれ捨てて廃棄したら、廃棄するってやっぱりエネルギー使うんですね。燃やしたりとか、あと運搬で捨てたりとか、そういうCO2 も排出も再利用とかしていったら少しは減るんじゃないかと。ちょっと数字とかなかなか出せないとかあるんですけども、少なくとも燃焼させて減らす、なくすよりはCO2 減るので、だからこういうプラスチックの資源循環させるって、資源を大事にする、無駄なく使うってことにもなるんですけど、実は脱炭素にも貢献するってことでもあります。じゃあもう一つ、3つ目のアプローチは分散型自然共生なんですが、ここに 30×30 って書いてあって、これ 30×30 って言います。これはまだ去年から出てきた言葉なので、そうですね、まあ、知ってる方はすごいもうアンテナめっちゃ高いと思いますけど、今後多分我々環境省とかも展開していきたいと思っていることなので、まあ、覚えていただけたらと思います。 30×30 何がっていうと、2030年までに by30 国土の 30% 以上を自然環境エリアとして保全していきましょうという目標です。でなぜそれをするかっていうと、先ほど説明した生物多様性の損失が今加速的に進んでいます。でそうなると、まあ、コロナみたいな新興感染症の問題もあるし、気候危機の問題もあるし、それから、まあ、もちろん農作物とかそういったものの問題もあります。ここの期待される効果のマイナス面を考えていただくと、逆に それをなくすことがこの効果ですね。皆さんここ私指差してるけど、皆さんと画面ですよねすいません、そういったこともあるので、この 30×30 というのを今後目指しております。はい、で今まではその国立公園とかでやっぱり生物多様性を保全してたんですけど、それだけで国土の 30% はまだ行きません。じゃあどうやったら行くかっていう時に、今後展開しようとしているのが、例えばお寺とか寺社の、寺社ってそういう意味のね、神社とかお寺の持ってる林とか、企業さんが保有している森林とか、まあ、緑地とか、
もしくは普通にあの里山里地としてのエリアで生物多様性の保全が認められる、これ今後作る制度なんですけど、そういったところもこう認証制度をして 30% にしていこう、2030年までにっていうことです。はい、こういったことであの生物多様性 の損失を食い止めていこうとしております。これはあの去年の G7 のコーンウェルサミットであのコミットされたことなので、まだそうですね、 G7 とプラスアルファどっかの国って感じだと思います。お、時間がやばい。はい、でじゃあ今までちょっと政府の政策のことを話しましたので、じゃあ私たちは何をすべきかというところですが、これあの実は今年の白書のちょっと分厚い方なんですけど載せました。あのシンプルにちょっと説明もありましたけど、この3つの数字に向かって一緒にやっていきたいと思っています。一つは脱炭素 46% 削減の活動していきましょうよというところです。であと自然共生もお話しした30 by 30、まあ、でも私たち何やのっていうと直接あれですけど、まあ、企業さんだったらその緑地の問題とか生物多様性の保全できるところどうしたらいいんだろうというところがあると思います。でライフスタイルに近いのは多分3つ目の資源循環かなと思います。これはサーキュラーエコノミー関連ビジネスの市場規模80兆円以上を2030年に目指すということです。でだからこの脱炭素とか自然共生とか資源循環ができるこの様になっていったらグリーン社会っていうところに目指していけるんじゃないかな、それを2030年までにやっていきましょうっていうのがあの一つあります。じゃあこれのために何をするかっていうと、これは白書というのはあの環境省のサイトにあるんですが、例えば具体的にこうゼロカーボンアクションっていうのがあるので、後ほどあのまたもしよろしければアクセスしていただきたいし、まあ、ここにあの画面にも載ってるんですが、いろんなアクションがあるのであのやれるとこからやっていけばなと思っております。でもう少しじゃ具体的に例を挙げますと、この辺は白書載ってるんですが、毎日食べる食べ物とかやりやすいかなと思いますので、食品ロスをいかにして減らすかっていうところですね。であの例えば手前取りっていうのを実はあの消費者庁とかあの農水省さんと一緒にこうしてやってるんですが、 あとスーパーさんコンビニさんとかと一緒に、でこれは要するにすぐ食べるもんだったら手前から取りましょうよと、いやなんか賞味期限が長い方がいいかなってするかパキッて取るんじゃなくて、もう手前から取る。なんでこれがいいかっていうと、あのそうしないとお店の人から見ると賞味期限が短いもの、あの賞味期限が手前短いものが残ってしまうと早く廃棄になってしまう。それを先に優先的に取っていけばお店の食品ロスが皆さんのお客さんのおかげで減るわけですよ。そういう協力ができるとお店に貢献してるわけですっていうことがもできますし、まあ、もしかそうじゃなくて、例えばその買い物を行く前に冷蔵庫の中見るとかで買いすぎないっていうことも意外に重要です。あのデータ的にはやっぱりそのお家で腐らしてしまったりとかしてポンと捨ててしまう食品ロスっていうのも侮れません。はい、あとは外食でまあ食べきれなかった時にはあのもっとエコなんです、まあお店の方に聞いてもしよろしければお持ち帰りをすると、まあ、その時にはお店の方の説明とか注意とかもちゃんと聞いてあのしっかりしてあのその上で持ち帰るってことです。でこれもあの環境省とかではこのもっとエコもっとエコっていうロゴでこういうマークがあるお店でも食べ残しの持ち帰りの推奨とかもやっております。で他にもあの食品ロスでいろんなやり方アクションっていうのもこれまたね食品ロスあのポータルサイトっていうのを検索していただくとあのいろいろ出てますのでよろしければご覧くださいというところ。それとさっきのファッションなんですけど、まあ、ファッションもあのいろいろなあの所有しな長く利用するサービスとか、まあ、あのもっと言えばその環境負荷の低い、例えばそうですね、なんだろうオーガニックなコットンとか、まあ、そういうのも使ってるとかっていうのもいいかもしれません。あとリサイクル素材を表にしてるのもあるかもしれません。で可能ならそういうのも購入するとか、まあ、あと安いからって言ってパカパカ買うんじゃなくて必要なものを適度に買っていくっていうところですね。はい、であのできればまあ廃棄するんじゃなくて誰かに回すとかそういったことも考えていけばなと思っております。といあ失礼といったところで、アクションの方は説明をちょっと簡単ですが終わらせていきます。なので、まあ、気候危機とかコロナ危機とか今ウクライナ危機とか最初の方ではちょっとすごい大きな話をしてて、すごい今の私たちのライフスタイルとはちょっと遠い話、あとお仕事してる時も遠い話にもなっているんですけども、皆さんの一つ一つの小さな活動でいいので、まあ、少しでも長くやっていくとそれがこう集結して、まあ、サステナブルなあの今よりはより良くなっていくように
今の状況を維持する、もしかしたらそれよりも良くなるってことを目指していければなと思います。そうじゃないと本当にまあこう電力とか自由に使って食べたいものをお金あればちゃんと食べれるってこの状況が本当に維持できるかどうかっていうところにまあ実は瀬戸際に来てるんじゃないかなというところも、あのこれは私の試験ですけどあります。ですので本当にそれはあの環境省があって政府がとか企業がじゃなくて一人一人がの生活、それから企業の方でしたらその企業の中で自分たちの活動で何か影響ないかって脱炭素でも資源循環でも考えていただければなと思っております。はい、そういったことで一旦私の方の説明終わらせていただきます。どうもありがとうございました。岡村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ここからは Q&A タイムに移りたいと思います。たくさんの質問ありがとうございます。時間や内容の都合上、すべての質問にお答えすることが難しい場合がございますので、ご了承ください。はい、では早速ですね、質問を見ていきたいと思います。まず、市民の方や生活者の方に何をしてほしいかというところで、先ほどですね、ゼロカーボンアクションでしたりとか、あと食品ロスのこと、サスティナブルファッションのことで発表の中でもあったと思うんですけども、具体的にこういうのはおすすめだよとありますか？そうですね、今だとだな、もう本当に今電気代の話とかあるので、うん、まあ多分節約しながら、うん、いかに、まあ、エコというか環境にいいことっていうのも一つありかな、うん、要はお得にやるっていうのもありかなとは思います。だからさっきあの省エネっていうことで電気減らしていこうとか、で電気減らすときによく言われるのはそのエアコンとか、まあ、冷蔵庫はちょっと無理ですけど、エアコンだったら使ってないときにこうコンセントがピョッて抜くだけでもあの全然違うっていうことは私は聞いたことあるので今自分はやってるんですけど、まあ、お得になりながらちょっとでも脱炭素に貢献できるかなと思ったりします。だからその無理しないとこからあのやっていくのが一番いいかなと思います。で、可能であれば楽しめると一番いいですよね。そうですね、うん、はい、まあそういうのはありかなと思います。で、それをあの我慢、下手な我慢すると続かないので、まああとあの1回2回やんなくても、まあ、それを許すぐらいの許さでとにかく長くやるってことが重要だと思います。あのそれっぽっちで貢献できる、できないんじゃなくて長く続けていける方がよっぽど重要です。それは積もり積もっていけばあの変わっていくと思います。うん、はい、そうですね。確かにその楽しみながらやるっていうのは私たちがそのグリーンソフィアっていうサークルで活動している中でもすごく大切にしていることで、やっぱりその持続可能な地球を目指すためには自分たちの活動もやっぱり続けられる状態じゃないといけないし、それにその一人がこのもうよく言うんですけど、一人が100頑張るよりも100人が1頑張った方が絶対にこう未来につながっていく、そこをすごく大事にしていて今の話を聞いていて、いや確かにありがとうございます。本当に一人の100頑張るよりも、もう100人とか1000人でちょっとみたいな、それをずっと長くやる方がもう全然変わっていくと思います。でそれはもうそのやらないとっていうところが今本当は来てるんですけど、って感じかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、次の質問に参りたいと思います。企業の皆さんに何をしてほしいかっていうところで質問が来ております。はい、企業ですね。まあ、企業の方もあのいわゆる B2B って企業と企業でこうやってる方と B2C と あると思いますし、まあ、大体まあ分かれるところだと思いますが、まあ、それによってちょっと見方が変わります。まあ、B2B の方もその最終の先にはあの最終消費者というか方いらっしゃるはずなので、まあ、そこまで考える、もしくはですので頭の中が自分のところの領域ではなくて、多分物をどっかから買ってくる、何か物やサービス何かを多分入れてくると思うんですね、うん、おそらくサービスもしくは物を提供するためには、まあ、IT 企業だとしてもまあ 電力とかを使うしね、何かは多分インプットされていくはずなんですね。だからそこのインプットの先を考える、それで自分たちの事業活動で何が負荷かかってるか考える、でその先で
そのサービスの提供先、サービスで物の提供先のことを考える、うん、このずっと、まあ、サプライチェーンってよく言うんですけど、これを一生懸命やっぱ考えた方がよろしいかなと思います。それはその企業でいろんなポジションの方いらっしゃると思うんですけど、まあ、自分の領域から、まあ、自分たちの所属しているのがどうなっているか、そういう大きな長い目線で見たときに、どんな環境の負荷かかってるのかなって想像するだけでも違うと思います。ありがとうございます。ではここまでですね、市民の方々、企業の方々ときまして、次はですね、環境省の話ですね環境省が力を入れていきたい、そしてより重点の取り組みについてお聞きしたいと思います。はい、何でしょうか。環境省っていうのは地域とかみんなのライフスタイルからこう社会変革を考えているところで、そこにやっぱ力を入れていきたいと思ってます。結局国っていう単位は、日本っていう単位は地域地域がこう構成されてできているので、国が良くなるためには一つこうのいろんな地域が良くならないと結局日本全体が良くならないんですね。なので地域地域でこう環境とか社会とか経済的により良いこう循環が回るようなことを考えてます。それを強化していきたいと思ってます。でそういったことのプラットフォームも作ってますし、最近だと脱炭素をよりやっていく先行地域っていうところも先行させていただいたりとかしてます。ですので一つの企業は地域です。でもう一つはやっぱりそのライフスタイル、一人一人のライフスタイルを変革していくっていうことも、地域を構成するのは一人一人ですから、やっぱりそういったところの目線をやっぱり重点的に見て、環境と、しかも環境だけじゃなくて社会問題も一緒に解決できたらいいなとか、経済的にも解決できたらいいなと、同時解決も目指しています。ちょっとふわふわっとしてるけど、環境省だから実は環境だけじゃないよっていうところを言いたかったわけですありがとうございます。次の質問もまた環境省に関してですね、環境省が出している環境白書について、白書はどのように読むのがおすすめですかという質問ですね。そうですね、最初に話したんですが、白書って法定白書、要するに国会とかそっちに出すんですね。で環境白書も実は法定白書で法律にのっとって作ってるんです。ですので最初に出すステークホルダーっていうのは議員だったり、そっちの政治家になってるので、どうしても公用語を使ってるから、それを最初から読んでくださいっていうのは多分普通目に一般生活者目線では多分きついので、そういうおすすめはしません。なのでパラパラって見て興味深いところを見るのが一番いいんですが、第3章、第1部の第3章はどっちかと地域とかライフスタイルで事例コラムを増やしているので、そういったところをピラッとこう見ていただいて、あ、こういうことやってるところがあるんだとか、そういった目で見ていただけたらなと思います。ありがとうございます。そうですね、実際に私も環境白書は読ませていただいてまして、特に学生の皆さんですと、レポート、環境問題に関するレポートを書くときとか、めっちゃ使えると思います使ってください。私も最近だと地域エネルギーに関するちょっとレポートが提出して待ってましてそれを書いてるんですけど、この前、数年前のなんか環境白書を見た時に、おっ、あるみたいなでしっかり参考文献にも書かせてもらって書いてました。そうですね、あと環境白書はやっぱりその国が出してるものなので、やっぱりすごい正確、絶対に信頼できるものだと思うんですよ。で、情報もしっかり重要なところっていうのがまとまってると思うんで、環境問題をもう正確に早く知りたいって時には、最初に環境白書に当たった方がいいのかなって学生の身としては思いますね。ありがとうございます、はい、もう実践していただいても、私だけじゃなくて白書を作ってる、実は白書って、白書作ってる主なチームもいますけど、省全体で作ってますから、書いてますので、本当にありがたい言葉だと思います。はい、確かにそのおっしゃる通り、白書もしくはその、後で多分今見ていらっしゃる方には配られてるんですけど、実は概要版っていうのがあって、文章がつらかったらこういう概要版っていうのがあるので、これをこうパワーポイントになって、それでも枚数ありますけど、それでも割とこう
あの図とかありますので、そういうのを見ていただくだけでも全体像を把握できますし、そのもしその対外的に、その対外的に例えばその企業に行って聞かれるとかって時は、まあ拾っていただくとかっていうのも一つの使い方かなと思います。もちろん企業でお仕事されている方も自分のところでさあ今から脱炭素だって、じゃあ何やればいいのかっていう時のヒントになってくれれば嬉しいです事例とかは多分そんな感じなのかなと思います。ありがとうございます。では次の質問に参ります。カーボンニュートラルを2050年までに達成するにあたり最も弊害となりそうなことは何ですか？また諸外国もカーボンニュートラルの達成を目指す中、他の国と比べて日本が有利な点、不利な点がありましたら教えてくださいとのことです。すごい壮大な質問ですねこれちょっと私の考え的なところでごめんなさいね、省とあの環境省がっていう感じじゃなくて、あのいろんな意見があるので、まあ、最も弊害というか、まあ、あのそうですね、やっぱりエネルギーどういうふうにするかっていうのはやっぱりあの結局脱炭素カーボンニュートラルしていくときにあのどこに CO2 多いのかっていったらやっぱエネルギーのところ、電力とかのところを作ったり、まあ、最終的に我々が使うところもそうなんですけどっていうところが大きいので、このエネルギーをどうやって作る、何で作るかっていうのはやっぱ大きいですよねかなっていうのはあります。で特に日本はあの化石燃料に関しては石油とか、今までの、ね、石油とか液化天然ガスとかはもう海外からですから、これをまあ維持してもいいんですけど、まあ、ちなみにただ海外からもし入ってきたとしても、あのこれ経済的な側面でざっくり言うと、海外に輸入から輸入してるからお金海外に行っちゃうわけですよ、日本のお金が。でも国内で作ったら日本で資源を用意できるわけだから、その日本で資源を用意して日本でお金誰か払ってってことは売買が国内で成立するので、その方が本当はいいんだけどなっていうのはあるんですよね。だからそういう意味でもなるべくあの国内でこうエネルギー回せるといいんですけどっていうのは、まあいい姿なんですけど、であと諸外国でカーボンニュートラル目指す中、他の国と比べて日本が有利な点不利な点、まあそうです、まあ、化石燃料が 今現状はもう非常に高いというのは、あのそれに依存してて今エネルギーの自給率が 12% というのはちょっとやっぱりあの他の国にいくら、まあ、いろんな事情あるんですけどね、もちろん今までの2011年ではいろんな経緯はあるんですけど、今エネルギーの自給率 12% ぐらいなので、まあ、2年ぐらい前のデータですけど、それやっぱちょっと不利でしょうねっていうのはあると思います。ただそうなっても、それを我々ここに日本として住んでる限りはどうしていこうっていうのがみんなでやっていかなきゃいけないと思います。はい。ありがとうございます。ちょっと難しそうな質問です。はい。はい。じゃあ続いての質問に参りたいと思います。実質、現在日本でどのくらいの企業や団体がサステナブルな行動をとっていますかということです。いかがでしょうか。これ難しいですねなぜかというと、サステナブルってさっき最初に言ったんですけど、環境だけとっても環境以外のいろんな、いわゆる SDGs 的な社会側面があるので、それをどう測ってサステナブルと評価するのってこれはね、企業難しい。なぜなら割と大企業だとどっかに入ってそういうアンケート答えたりとか、あのそうですね、TCFDとかやってるとかやってるんですけど、公開してるとかあるんですけど、でも日本って 大半が中小企業さんじゃないですか、企業数で考えると。そうするとじゃあそこに至るまでどうかとかいろんな考えたんで、これあの正直言って数字は誰も把握してないと思います。いろんな切り口もあるので、だからごめんなさい、それは数値的にはわからないです。ただ2050年カーボンニュートラルって2020年の10月に菅前総理が、まあ、コミットして以降やっぱりその、まあ、各国もやってますし、各国もやってることは日本は輸出してる場合があるんですね。だから日本だけじゃなくて輸出先がそれ言ったらそっちに合わせなくちゃいけないっていうこともあるんですが、結構その企業さんとしてはもう目線は言ってるので、今ニュースとか新聞とかそういうの見ると何々脱炭素のために何ちゃらやるとか、そういうのはすごい増えたっていう肌感覚はありますね、はい、私も大学生になってその環境に
問題というふうに興味を持って、で実際にそういう環境活動しているサークルに入ってやり始めたんですけど、その入った時よりもやっぱり今を見てみるとすごいそういう団体増えたなって思いますし、実際に私その私上智大学の中でも、うん、例えば、まあ環境と関連してこのビーガンサークルができていたりとか、あとはなんかその何ですか、なんかサステナブルファッションに特化したサークルができていたりとか、本当にそのいろんな活動が増えているなっていうふうに私も感じますね。いいですね。いいですね。なんか楽しそう。いいな。そう、楽しそうやるのいいですよね。本当に本当に。サステナブルファッションという言葉が出てましたので、次はサステナブルファッションについての質問です。サステナブルなファッションに関して消費者ではなく提供者側の課題は具体的にどのようなものがありますかとのことです。あ、これは難しいな。そうですね、あんまりちょっとごめんなさい、詳しくはな詳しくはっていうところはあるんですが、課題、まあ、ただ課題もこれ一つはおそらくですけど、我々今着てる服のこれが結局原材料がまあ、100% ともなくても 50% でもじゃより環境に配慮してるのかっていうとよくわからんっていうのはありますよね。もしかしてしてるかもしれないけど表示してないっていう話かもしれないんですけど、まあ、さっきのできれば素材もサステナブルになりたいけれども、まあ、なかなか慣れない事情っていうのはあるとは思います。それを今すぐにっていうふうにはならないとは思いますし、まあそうですね、まあ最近はデューデリジェンスってちょっとカタカナがまた入ってきてるんです。これは企業の側面ですけど、まあ要は特に繊維産業に対しては人権の問題とかも世界にはあったりもするし、じゃあそれにどう対処していくんだっていう部分も側面も持ってるとこもあるので、サステナブルなファッションで環境の側面もあるけど、そういう社会的な、だからサステナブルファッションって割と環境にフォーカスもしてるけどちょっとそういう問題もあるよっていうとこもあり、結構提供者ってその環境負荷も考えつつ脱炭素も考えつつで、使ってる方々が対応し廃棄しないようにするっていうことも、まあ、ちょっと考えていく必要はあるのかなと思います。そういえば、そうだ、思い出した。例えばオランダとかで、まあ、オランダってサークルエコノミーをすごい促進しているところなんですけど、アムステルダム市とか、そこのなんか、まあ、聞いた話でまだ実物見たことないんですけど、ジーンズとかはなんかパーツごとに分かれてて、だからもういらん、いらない、例えばこう太っちゃったとかで出したら、なんかそれをまた向こうのジーンズメーカーが分解してまた新たにジーンズにしてくれるとかっていうサービスもあるとか、まあ、そこまで仕組みがうまく回ればいいんですけど、まだそういう企業って事例で出てくるくらいだから多分稀有なんだと思います、世界的に見て。だからどうやって環境負荷減らすのかなっていうふうな、この一連のね流れにがやっぱり課題かもしれないですね。そういう意味では、まあ、いろいろ問題あると思います。ちょっとまとまってなくてごめんなさい。そんな感じです。ありがとうございます。続いての質問に参りたいと思います。お話の中にあったプラネタリーバウンダリー、最初の方にありましたね、は地球全体の限界点だと考えていますが、日本国内に限定したものはあるのでしょうか。すごい。本当です。そうですね、でも生物多様性の損失も大きいので、そうなると、まあ、ちょっとすみません、いろんな幅広くて今すごいもう私もアフアフしないで喋ってるんですけど、生物多様性の損失ってことは、まあ、さっきの種とか生態系ってあったんですけど、生態系の損失であればやっぱりその川と汚染とか川とか、まあ日本もだんだんこう林森林切ってたりする部分もあるし、逆に放置してるでメンテナンスしてない部分もあるし、まあ、そういうのは結構さっきの生物多様性の観点で言うと生態系の多様性がだんだん失われつつあるので、それも逼迫しています。森林のメンテナンスが今されてないっていうのはいろんな側面で多分問題にはなっているので、まあ、例えばそういう森林の問題なんかは日本は特に大きいんじゃないかなとは思ったりはします。他にもあると思いますけど、今ちょっとパッと見て思い出すのはそんなところですかね。ありがとうございます。続いての質問に参りたいと思います。グリーンウォッシュに対して環境省が取り組まれていることはありますか、またそれを見分けるポイントなどはありますかとのことです。
すごいね。あの環境省はよりよく環境をどうしたらいいんだっていうのを考えているので、グリーンウォッシュに対してこうグリーンウォッシュなことをしている人たちに何かってことはしてないです。環境省が自分たちが発信していることは間違いないようにすることはやってます。あのさっきあの計画でっておっしゃったのはありがたいなというところなんですけど、なので環境省が対グリーンウォッシュとはあの特段ございません。ただあの、まあね、いろんな事業者の中でもちろんちょっとこう持っていくところとかはいろいろ問題にはなっていると思うんですけど、それを見分けるポイントとか私の個人的なところですけども、これはそうですね、自分が一生活者でグリーンウォッシュなかなかね、そのこう物見てそこに表示されててこれがそうかっていうのは、例えば CO2 とかはもう正直分からんっていうのも一つあります。もう信じるしかない。なのであとはそういう企業さんをちょっと長年こうウォッチしておくこととか、まあ、白書のなんだいろんな情報でその脱炭素だったら脱炭素の情報とか循環情報を見つつ、あの本当にその企業さんがやってるあの企業さんだったら情報発信してる、常にあの発信したりとか、まあ、データが出てたりとかして、それでも気になるやったらそこに質問していけばどう答えるかなってことですけど、まあ、ここまでやったら多分相当あのその企業をウォッチしてることになるんですけど、やっぱりあのそのウォッシュがどこまでかっていうのは自分も知識がないと多分まず見抜け、怪しいかどうかもわからないので、まずは多分、うん、まあ、あの白書で、ね、白書もって言いますけど白書なり、まあそうですね、ここだとあのここのジオクさんの発信するデータなんかもすごい分かりやすいので、そういったところの発信したデータを見たりとかして、まず知識を増やしていくことが重要だなと思います。でそれで鵜呑みにしないってことですよね。あ、そうですね、うん、かもしれないぐらいにしといたらいいかもしれないですね。ありがとうございます。はい、じゃあ続いての質問に参りたいと思います。地域で進めるべきサステナブルな取り組みは具体的にどのようなものがあるのか教えてください。本当です。なるほど、このサステナブルは何ですかね、環境なのかな。いっぱいありますもんね。うん、いっぱいあるので、まあ環境っていうことで言えば、まあ、白書でもその今回ちょっと脱炭素にもの事例なんかもあるんですが、地域によってはやっぱ脱炭素を一生懸命やってるところもあります。あのそうですね、そういうところであればそういったものを応援していくっていうのは一つありだとは思います。白書で取り上げたのはそうですね、例えば、脱炭素でいうとあの福島県の福島市ですね、福島市でこう車で 3,40 分のところに土温泉ってあるんですけど、そこの温泉街があの地熱発電をしてるんですね。温泉熱を使ってとか、まあ、そういうのもあるし、あとはあの佐賀県の方であのブロックチェーンを使って、今そのこれさ私あんまり詳しくないんですけど、ブロックチェーンにこう CO2 の排出量とかそれみんな見えることができるんですって。そういうのに参加していくっていうのもあの見て関心を持つっていうのも重要かなと思います。これさっきの具体的な取り組みってまず何かやろうっていう前に地域に何がその環境の問題があるのかなってあのまず調べた方がいいんじゃないでしょうか。そうじゃないと何やっていいのか分かりませんになっちゃうので、自分のその思う地域でどんなことあるんだろう、でそれでも分からなかったらライフスタイル、自分のライフスタイル地域で何か買うときにどうするかとか、その服も捨てるときにそのちゃんともう本当根本的なこと言うとちゃんと分別し出しますかってところ始めればいいんです。それだって地域のあの進めるべきサステナブル環境問題に貢献しているので、本当に足元から見ればちゃんと分別してますとか、でゴミの容量も減らしてますって本当にそこからでもいいと思います。そうじゃないとなんか大きすぎちゃってなんだかすごい大変だけど何やっていいのか分かんないみたいになってしまうから、そういう意味でさっきのゼロカーボンアクションっていうところをちょっとお勧めした次第です。ありがとうございます。でゼロカーボンアクションはあのジオックのインスタでも以前確かご紹介してたかなと思います。ぜひ見てください。はい、はい、じゃ続いての質問に参りたいと思います。サステナブルな話題に詳しい語れる学生を採用する企業側のメリットをどう考えですか。受け入れる企業側にここ数年で変化はありますかとのことです。いかがでしょうか。環境省としてはなかなか難しい質問ですね。まあ、
そうですよね。企業がメリットを感じるかどうかは、そうだな。これはちょっと、なんと、ただサスティナブルだから採用するかどうかは、どうなんですかね。まあ、知識があることはいいんですけど、何事もそうなんですけど、知識があっても実践できないと、頭でっかちになっちゃって、知識をどうやって実践に生かすかっていう、その論理的な思考の方が非常に重要なので、話題に詳しいのと、語れるっていうのと、実践してるのは全然別物なので、別にサスティナブルだけじゃないと思うんですけど、何やるにもその、別に企業人が資格取って、じゃその資格を実践しようという時もそうなんですけど、意外に知識と実践は別物で、実際にやる時には結構おおってことがあるので、結構そこの方があんまりトークはいいんですけど、あんまりそこだけだと、いや実際どうなのよっていうのはちょっとすみません、これ私の大変知見ですけど、おそらくそういうのってあるんじゃないのかなって想像はあります。語学とかでも一緒ですよね、めちゃめちゃ点数高いのに喋れなかったみたいなとか私とかもなんかたまにあって、ちょっとそこのギャップをこういかにこう、なくしていくかっていうのがすごく大事なのかなって思ったりします、ね、知識あることはとってもいいことなので、はい、それに実践にして、つなげていければと思います。では続いての質問に参りたいと思います。環境省がエネルギー消費についてどういった方法で行っていくのかを教えていただきましたが、環境省がエネルギー生産の方面で何かしら取り組みを行っていることがあればお伺いしたいです。例えば都市の緑肥率を上げるなどがあると思われます。ほほう、そうです。すごいね、緑肥率とか使うなんてあんまこういうことは使わないんだけどすいません、聞いた方どんなイメージで聞いてるのかちょっとなんですけど、ちょっと冷たい言い方すると、環境省ってエネルギー作る側で、作ることを企画していく側じゃないですか。それは資源エネルギー庁っていう経産省の下にある省庁がエネルギーの作ることを考えてて、その中の再エネは自然の資源を使うので環境により良い脱炭素ってことで、今再エネを、環境省は再エネもっとやっていきましょうよって推しはするんですけれども。ですのでエネルギー生産の方面何か取り組みをって言われると、もう再エネがより推進できるように、それもその例えば地域で今再エネを作るときにいろんな問題もあるけど、そこもちゃんとアセスメント環境影響評価をしつつも、いかにして地域でできるか再エネを作っていけるかって支援をしています。例えば再エネやりたいって地域に行っても、今までやったことないと金融機関がお金貸してくれないんですよ。投資してくれないんですよ。なかなか、いや、やったことないと、これ実績どうやってっていうのが今までの地銀の傾向ってそうなんですけど、そうじゃないように、地域 ESG 金融とかそういうので地銀さんにアプローチしてみたりとか、さっきの脱炭素先行区域地域っていうのを推進して、そこに、お金交付したりとかっていうふうな応援はしてます。なので都市の緑肥率を上げようっていうのは、それは多分自治体とか個別の話であって、環境省としてはそこまで大きくではなくて、今一番はやっぱりその再生可能エネルギーとか、それだけじゃなくて、エネルギーの話とか再生可能エネルギーか、そこの方をより地域でできるようになったらなっていうところかなと思います。ちなみにでも再エネだけじゃなくて、再エネを作るときに地域の人が参加して、地域にお金が落ちて、でそれがさらに地域の課題解決にもつながるような再エネを目指しているので、例えばそのバイオマス発電とかっていって、チップとかもあり得るんですけど、海外から輸入しちゃダメよと、それじゃ意味がないと、国産の森林チップとか、もしくはゴミの廃棄物の燃焼熱を使うか、そういうふうな国産のものをやっていきましょうと、そういうことを推進していってますね。ありがとうございます。はい、では続いての質問に参りたいと思います。環境問題やサステナビリティに対しての取り組みは、どうしてもヨーロッパが先進的に移ってしまいますが、日本はこの分野では先進的だと言えるような取り組みはありますか？ということです。そうね、ヨーロッパがいろいろ発信しているので、なんか先進的っていうのはあるんですけど、考え方でも
なんだろうな、取り組みとか考え方って日本は日本で独自のことがあって、例えばその自然と共生していくっていう、うん、ヨーロッパなんかこう私の感想ですけど、文献のとこ自然っていうこと、我々人間ってこうがあってこういう関係なんだけど、うん、なんか日本ってあのよろずの神って、何でも神様になっちゃうんで、神と、でも神様ってこう上下じゃなくて、なんか一緒にっていう、この自然と共生してるのを脈々昔から続けてきて、まあ、そういうのをまあ、あの自然とライフスタイルであるわけなので、うん、まあ、そういう考え方っていうのはちょっとヨーロ欧米とは違うとこはあるので、うん、そういう考え方もあると思いますし、これこの間のストックホルムの会議行った、うん、あの知り合いから聞いた時には、あの日本人はあまり気にしないけど、その和食は本来そのエネルギーあんま使わない、要するに、まあ、別にビーガンじゃないんだけど、うん、割とあの植物性のタンパクを取ってるとこがあり、だからその海外の人だと肉以外にどうやって食べる、日本人の料理すごいねって言われて、うん、あ、そうなんだって。例えばその、とこうカロリーを含めて、例えばもっと具体的に言うと厚揚げとかを肉の代わりに使ってこう料理することって可能じゃないですか、うん、まあ、もちろん厚揚げだけでも食べるんですけど、でもそういう発想はヨーロッパにないよって言われて、うん、肉の代わりの厚揚げですかみたいな、まあ、あのもちろん肉も食べてるときあるけどね、なので、まあ、意外にそういう日本の食、昔からある食事とか、うん、和食っていうのは健康的な部分をフォーカスされてるんですけど、うん、まあ、さっきのビーガンもそうですけど、うん、まあ、健康だけじゃなくて、それこれ私のまたですけど、まあ、和食って言われてもそういう意味では負荷低いのかもしれないし、ただまあ、うん、だからといって、まあ、環境省として今和食推しではないですよ、まあ、それはそれでまたいろいろ問題はあるので、はい。なので、あの意外に結構そうやって見ていくと、あの海外の比較を見ていくと、日本は全てにおいて遅れているわけではないと思いますよ。はい、ありがとうございます。はい、それでは時間となりましたので、Q&A タイムはこれにて終了とさせていただきたいと思います。改めまして、岡村様、本日は大変ありがとうございました。ありがとうございます。最後にですね、本日ご参加いただいた視聴者の皆さんに、一言メッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。もう、無理せず、少しでもいいから、自分の生活から、まず、ちょっとでもいいからやっていきましょうってことです、本当に。環境問題って今、すごい、なんか、緑肥、比率とか、ものすごい大きな話もいただいて、まあ、それもそれで重要なんですけど、あと、トークの話とかもあったんですけど、まずは少しでもいいから、ちっちゃなアクションと思ってもいいから、もうゴミの分別から始めてもいいから、ちょっと電気代削減してみようと思ってもいいから、それを長く続けていきましょうと。それをやっていくことによって、考えていく、なんかこう思いつくものあるかもしれないし、それがもしかしたら皆さんのお仕事にも直結するかもしれないしということで、本当にその環境問題って最初すごい広い話から入っていったんですけど、本当は一人一人の生活が重要なので、そこからぜひとも進めていってください。私もそういったからには、また明日から、今日からか、帰ってからもやるようにしたいと思っております。小石さんもぜひでもやってるか、これからも頑張ります、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。この後ですね、Zoom を退出されましたら、画面にアンケートへのリンクが表示されます。ぜひですね、ご感想などをお寄せいただければ幸いです。はい、では以上でウェビナーを終了いたします。ご視聴の皆様、本日はありがとうございました。ありがとうございました。